はい、いつもありがとうございます。一人で稼ぐシリーズです。速稼塾の久保でございます。今回のやり取りの中で、新垣安原くんがね、また14万3000円を稼いだよっていう話をしてくれましたけども、まあ本当稼ぐ方法っていっぱいあるもんですね。まあ今ですね、仕事がない、収入源がないっていうことはよく聞かれるんですけども、これね、誰かが困った状態なんですよね。収入源がないとかね、仕事がないっていうのは困った状態じゃないですか。で、まあどこにねビジネスがあるかって言ったら、人の困ったを解決することがビジネスになるわけですよね。ということは、仕事がないよって困ってる人に、こういう収入源ありますよ、こういう仕事がありますよっていうふうに教えてくれる人ね、こういう人って人の困ったを解決するっていうビジネスになってないですかね。まあというふうな意味でですね、私はね、この今回の件っていうのはすごくいいなと思います。やっぱ今ね、世界的にすごく難しい状況です。国を閉鎖したりね、町を閉鎖したりとかして、人の流通とか起きなくなってくるんですよ。じゃあ経済はどういう風になっていくのかっていうと、確かにね、シュリンクしていくんですよ。こういう風にちっちゃくなってはいくんですけども、でもちっちゃくなるばっかりじゃなくて、こういう時だからこそ求められるものってあるわけですよね。例えばあれですよね、 Uber Eats なんていい例ですよね。今の外食ができなくなっちゃってるところに、外食したいなっていうニーズとね、それから外食を提供してたお店の方がね、結構仕事がなくて困っちゃうよっていう風になってますけども、じゃあ店舗を経営しながら集客しなくていいってことになるとどうですかね。まあ集客っていうか、店にね、ご来店を促さなくてもいいってことになると何が起きるかっていうと、やっぱりこう Uber Eats みたいなのは、調理する人もそのまま仕事ができるし、それからお客さんもサービスに預かれるし、あと配達員さんね、配達員さんを広く募集するのもいいんですけども、もともとそこで接客してた方が配達するっていうことも道が開けると思うんですよ。ということで、今回の件をね、機会に、まあなんて言いますかね、ピンチはチャンスじゃないですけども、 Uber Eats っていうのがかなり広がっていくんではないかなと私は思うんですけどね。それからね、もう一個、キャッシュレス決済っていうのがあるじゃないですか。これもね、やっぱり伸びていくと思うんですよ、今以上に。なぜならお金っていろんな人の手を介してますよね。で、不潔なわけなんですよ、お金っていうの。でもキャッシュレス決済だったらどうかなってことなんですよ。スマホさえきれいにしておけば、本当にですね、清潔にお金の流通が行われるんですよね。で、私ももうキャッシュレス決済当たり前のようになってて、ほとんどね、現金を持ち歩かなくなっちゃったんですよ。キャッシュレス決済本当にしやすいんで、昨日も焼肉行ったんですけども、その場でチャージしてその場で払うみたいなね、非常に簡単でレジの人も困らないんですよ。で、逆にね、現金で払う人って結構ね、困った人なんですよね。今となってですよ。だってレジで並んで細かく1円の単位まで払おうとして一生懸命ね探してるんですけども、すごく迷惑なんですよね。迷惑でしょ。もちろん心広く持って迷惑ですよっていうふうに言わないし、感じないようにしてますけども、客観的に見て丁寧に1円単位まで探して探す人って、レジの人も気の毒なんですよね。そう考えると、やっぱり私たちはこういうふうなね、トラブルをきっかけにして新しい道に進んでいくことが求められているのかなと思います。まあ、ですんでね、収入源が少ないよって方、仕事が先行き不安だよって方、もしかしたら会社が倒産しちゃったみたいな方ね、これを機会に今まで目を向けていかなかった分野に目を向けてはいかがかなと思います。それがですね、取りも直さずこの一人を稼ぐシリーズの新垣安原くんが、最初ね、どうしても稼ぎたいんだって言って私のところに動画を送ってきて、それ以来一回も会ってないのに、まあ、稼げてるわけなんですよ、このやり取りでね。すごくいいシリーズになったかなと思います。まあここでね、第1部完みたいな感じになると思いますんで、さらなる新垣くんの稼ぎ一桁上げるためのコツをこれからも伝えていこうかと思います。皆さんもお付き合いください。それでは失礼します。